ック扱いされた割には本当に演奏うまくて、うん、はい、パンクの人間ってみんな演奏うまくないじゃないですか。ああまあ何しても下手だし、あ男子と聞いたときは演奏下手くそだなと思ったんですけど、かっこいいなと思って、はあ、まあ綺麗すぎると、はい、なんか面白くないからね。はい、確かに。この人たちもライブではめちゃくちゃ弾いてるんですけど、あ収録ではすごい上手いなって。色鉛筆を使う人がいないんですよ。あ、そう。大体何を使うんですか？大体マーカーとか、あと筆とか、あの絵の具とか。はいはいはい。そう、色鉛筆って時間がかかるし面倒くさいんですよ。あ、そう。じゃあなんで使ってるんですか？いや、俺は色鉛筆が好きだからです。なんで好きですか？あの色合いがやっぱ綺麗だし、あ、明るいし。はいはいはい。そう、なんか見てて落ち着くっていう。落ち着くんだ。落ち着きますね。うん。色鉛筆が好きなんですよ。あとグラデーション、はい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 、細かい部分のグラデーションはすごい綺麗なんですよ、仕上がりが。でやっぱ線とか線、そういうところにグラデーションかけてあるとすごい綺麗なんですよ、うん、だから濃いとこ薄いとこって分かる、うんうんうん、こう区分けできるっていうの、うん、あとはちょっと茶色っぽい赤茶色的な色を使うと、結構なんかセピアもできるっていう。はいはいはい、セピアカラーね。こんばんは、イエーイそういうとこがすごいんですわ。モノクロ描いても結構あの綺麗に描けるんですよ、うん、まあその代わり消費が早いですけど、まあ根気強さがあれば使える画材だと思う、使い方は簡単なんで、ぶっちゃけ結構途中で挫折する人が多くて色鉛筆は、あでも使いこなせたらいいなと思って、はあ、はい、今までこっちのマーカーでやってたんですけど、ほう、はい、今までは、はい、今まではマーカーだった。そう、こっちだと早いんですよ、確かに。あ、本当。仕上げで10分ぐらいで買っちゃうんで、はあ、はい、早いんですけど、やっぱりこっちの方が、うん、俺は好きだなって。なんか楽器とか弾けないんですか？ドラムはちょっとだけ叩けるんですけど、まあ、あの、あまり、まあ、ちゃんとは練習してないんで、最近、はい、ドラムは全然ダメなんですよ、できないですね。あ、そう、はい、俺、ギターとベースしかできなくて、はい、なんか、コードとかキーとかが分かりづらくて、はい、あなかなか、なんかギター弾こうとしても、はい、一つ一つ覚えておかないと、なんか、分かんないんですよ。俺もでも、こう、なんかキーのセンスがないんですよ。俺ほとんどでも、コードって、うん、分かんないんですよ。あ、そう、ほとんど
のコードわかんないですよ。ギターはベースはレッドとかわかんない。え、なんで？いいよ。え、あ、無理、あのフリーチケット持ってるもん。あ、そう、そうです、いっぱい持ってる。ありがとうございます。駅で拾ったの。拾ったんだ、うん、優しい。20枚ぐらい。20枚ぐらい。20枚ってことは2000円だよね。うん、そうそれはラッキー。うん、ラッキー。それはいい、いいお金ですよ。それだったら売るかもしんない、それ。あ、嬉しい。お、できたんですか。はい、できました。ここにあとサインが入ってます。ほう、サイン付け。これ忘れてちゃう。何、あ、これがあった方が絶対いい。はい、かわいいなって。あった方が。はい、ありがとうございます。なんで、ありがとうございます。あ、超嬉しい。ありがとうございます。喜んでもらえたらこっちも嬉しいですよ。ありがとうございます。あ、はい、なんで。はい、はい、じゃあ YouTube で知られるように。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また、はい、多分もう毎日通ってるんで。はい、わかりました。え、ジョーさんですか。そうです、ジョーさん。はい。で、ジェット。え、なんていうんですか。ジェット。ジェット。ジェットさん。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。